はい、みなさん、こんにちは。数学校長の下島雄一郎です。それでは、第二百七十回、三級、二次、四角級、括弧二十。こちらの解説を始めます。はい、えー、こちらのですね。二十番なんですけど、はい、これ図四です。はい、ちなみに図四ですね。はい、えー、問題です。右の図四のような十五個の正方形からなる枠は。 1> 図1このピースですね図1の図の形を5個使っって隙間なくくぴったり埋め尽くすことができますこの時図1の図形の配置を図3の例これですねこんな形の例に習って解答用紙にはっきりと書きなさいということでございますけれどもそうするとですねあのこれなんですけれどもどんな風うにできていくかっていうことなんですけどこのピースをですねうまく当てはめるということなんですけどまずここちょっと一つ足りないのでここ 一つまあできるとそれは大丈夫ですよねここでまず一つできるんじゃないでしょうかねはいなのでまずここで一つできますよねはいまずここで一つ埋められますよねはいそしてはいなんとかですねこれどういう考え方をするかというとですねここなんですけれどもはいえそうするとですねこれこういう考えでいきましょう実は あの六マスつくをなんか作りたいという気にはなるんですけど、六マス作ると実はアマシができてるのでうまくいかないんですね。そうするとなんかここがちょっと怪しいなと、ここちょっと怪しいなってことで実はこんな風にいきますね。ここをですねこんな風にいくわけですよ。これで一つ作れますよね。そうするとあと実はですねここと はいそしてこことあとはこここですよねこんな感じで分けることができるんですねそうするとここの部分真ん中あとは1端が2そして3とこんなふうに分けることができます。なので解、えー、答例といたしましてはこういう解答例をですね、えー、書いていただければよろしいんではないかと思います。はい それではですね、えー、第270回3級2次四角級括弧20解説を終了いたしますありがとうございました